どうも皆さんこんにちは、ゆうです。今回 FF のエクスミアスですね、のストーリー、続きやっていきたいと思います。で、まあ、前回ゴーザス結構やったので、今度はゴーザス岩壁、こちらにね行ってみたいと思います。まあ、とりあえずねメンバーさん設定してからいろいろ喋りたいと思いますので少しお待ちください。はい、フレンドさん設定できました。で、ここのボスがちょっとこれ読みますか。今鳴き声聞こえなかったか、可愛いか声だったねとか、もうグリータの声だったねっつって、はい、わかるということで、まあ、もうボーダーモーグリータですね、ボスが。あー、で、クジャが進化させたので星5に、レベルがめっちゃ低くて弱いんですけども、まあ、そこがめっちゃ心配なんですけども、まあ、なぜクジャを連れてきたかというと、他に替えがいないっていう理由と、あとチェインを狙うのに、まあ、クジャが必要なので、ボスサンダー系でねチェインを狙う。で、ボスのモングリーダーが、あー、まあ、弱点なしの、ステータス異常耐性が、石化だけあって他はないということなので、麻痺も効くし毒も効くしというありがたい感じのボスになっている模様です。 HP が5万1000、みたいですよね。はい、まあ、この辺は多分大丈夫かなと思ってるんですけどね、自分的には。バトル2ということで、まあ、ここも雷でチェインを狙ってどんどん行きましょうか。雷打ってエクセレントチェーンを打って、レジスト、耐性あるのかこいつ。やばい、クジャに来るとちょっとまずいんだよな、レベルが低すぎるから。これがあとはオートできるだで、モーグリータということで、HP5 万点平気でしょ、多分。マリが入れば、ね、まずビビをコメットで魔力上げて、魔力上げるとか、威力、コメット、そうだよね、威力上げるんだよね。どうなんだろう。やめよう。戻る。もう最初から、チェインだよ。サンダが、で、リディアも、サンダと、で、カイエンを回して、ここに行きます。はい。なかなか減らないね。まずい、クジャ。クジャ。で、サンダが。レベルが低いからね、一人だけ進化させたばっかで。サンダラ。いいか。いきます。これで半分ぐらい削れるかな。あと半分だね。回復は先か、でもこっち行こう。自身で守ってもらって。サンダラ。で、ビビでサンダラ、サンダラ。で、クジャでサンダラ、リディアでサンダラ。で、カイエンでマッシュで。麻痺が入んないな。なんだ。クジャが溜まったから、とりあえず逃げ道。あ、どっちみち MP がないのか、ニュートリング。で、サンダラ。サンダラ、サンダラ。で、リディアで、サンダラ。いけ。チェインが入った。あとちょっと。本気すぎるだろう。本気の拳が本気すぎたね。はい、これであとワンターンかな。これじゃいかないから、次のターンか。いったか。 OK、 なんとかクリア。肉が落ちてる。
クリアからまだレベル8だったんで相当きつい。これやってる HP が1000。はい、で次のとこ行けるようになりましたね。お、ナシャとかもうここでいろいろ武器調達できる。ラッキー。そろそろ武器をちょっと強くしたかったので。はい、ということで、まあ、ストーリーの方ね今回、進めさせていただきました。ここまでご視聴していただき本当にありがとうございました。またね次回以降、まあ、コロシアムかワールドか、まあ、何かしらねやっていければなと思っております。では今回はねこの辺で終わりたいと思います。以上ゆうでした。バイバイ。